髪黒く戻せよ。地毛地毛。2週間経ってようやく捜索願いか。出してくれるだけ優しい親じゃないですか。僕の娘が連絡もなしに一晩帰ってこなかったら泣いて探しに行くんだけどな。あと1名回答してくれる人。今日29日なんで出席番号29番の人。最低。お前あやが行方不明なの分かってて当てたでしょ。いやそんな。いやそんなじゃねえよ。ブーさん、代わりにやってあげなよ。いつもあやにお世話になってんじゃん。じゃあ熊田さんお願いします。何？蜂蜜ならここにはないよ、ブーさん。私も数学苦手でさ。明日のテスト本物？モノホ。大丈夫。私、一回失神したことあるんだ。生理痛で？もうすっごい痛くて死にそうで、声も出ないし、誰も気づいてくれないし、もうダメって思ったら、プチンって。プチン。大丈夫。さっきのツボ、すっごいよく効くから。ここね。サインコウっていうツボなんだけど、押すとすっごい痛いんだよね。これどうしたの？ふひひ、栗田先生からもらった。もちろんタダじゃないよ。いくらで？お金じゃなくてサービスでね。やっぱ雨降ってきた。熊田さん、傘持ってる？ない。へへ。私の傘でっかいから、熊田さんも一緒に入れる。はい。本当に持ってきたんだよ。買ったばっかの赤い傘。嘘じゃないからね。盗まれたんだ。
人間を動かす二つのテコは恐怖と利益なんだって。ナポレオンの言葉。ナポレオンと栗田先生が何か関係あるの？あるわけない。片や皇帝、片や非常勤講師だよ。私が言いたいのは、何かしてほしかったら恐怖か利益どっちか必要ってこと。だから栗田先生にはデートとプリクラの利益をあげました。それで問題用紙をもらった。人の求める利益って分かんないね。私に問題用紙くれただろう。何か利益を求めてる。熊田さん、友達いないでしょ。見てたら分かる。私も友達いないから。清瀬さんに友達がいないの？トイレでマリナちゃんと遊んでるように見えた。私マリナちゃんと同じリップ使ってたの。そしたら、お前調子乗ってんじゃねえとか言われちゃって。意味わかんないよね。ごめんなさい清瀬さん、助けてあげられなくて。本当だよ。熊田さんのその大きい体ならマリナちゃんぐらい本気出せばイチコロでしょ。そんなことしないか。ごめんなさい。許してほしいならメアド、メアド交換しませんか？メアド？ああ、うん。携帯貸して。あげる。かわいい。ありがとう。かわいい。清瀬泉は普通の生徒たちから妬まれて、かわいくない、いや不細工の私は普通の生徒たちから蔑まれていました。全然違うと思ってた私たちなのに、同じ痛みや孤独の上に生きていたんです。なんか嬉しかった。なんだか最近楽しそうですね。前髪すごく似合ってますよ。前髪すごく似合ってますよ。ありがとう。浅いから。それ校内にばらまいて。あいつ最近調子に乗ってるじゃん。微妙に可愛いからって。行かなくていいの？
二宮先生呼び出してたじゃん、終わりの回で清瀬さんのこと。ああいいの。小学校の時に習ってた習字の先生が死んじゃって、でこれからお通夜行かなきゃなんですって言っておいたから。え、それって行かなきゃ、うん、嘘だもん。なんで呼び出されたのか分かるんだ。どうせ誰かが清瀬泉はいじめられてますってアンケートに書いたんだよ。てか本当やめてほしいよね。だってほら親が知ったら心配するじゃん。てかリアルじゃない習字の先生のチョイス。おばあちゃんとかだと嘘っぽいからさ、誰を殺すか結構重要。できた。チークをね、ほっぺの一番高い位置に乗せてあげると可愛くなるんだよ。変なこと聞いていい？エッチな話？清瀬さんってその自分が可愛いって分かってるよね。うん、分かってるよ。だよね。私も可愛くないって分かってるし、否定しないんだ。した方がよかった。してくれなくてよかった。エンドウ豆と人間って一緒なの？え？ああ、遺伝の授業？授業中考えた。やっぱり私たち悪くない。だって私はチワワに生まれて、熊田さんはブルドッグに生まれただけだ。ブルドッグ。例えだよ例え。自分を守る嘘、私の武器だから。自分を守る嘘、熊田さんには絶対に嘘つかない。うん、私も。
ミサ。イズミ。じゃあね、ミサ。送ってくよ。うん。イズミ可愛いから夜道は一人じゃ危険だよ。え？何？最近よく鳴るね、携帯。え？そんなことないけど。そりゃ怖いって。でもできない。変わりたいって思ってもいつも無理でした。そんな私が変わり始めていました。人を変えられるのはやっぱり人なんですね。